見てこれ、これわかるかな。これカブラキめっちゃつぼったんだけど、後ろがねガレージの壁みたいになってて、これこの壁の右に調査兵団のアトラクション、左にワイルドの冒険の飛行機のやつがあるんすよ。だから飛行機が壁に激突してる前で兵長がすごいかっこいいポーズを決めてるんですよ。兵長がすごいかっこいいポーズを決めてるんですけど、その後ろにはガレージに突っ込んだ飛行機があるんですよ。どういうことってなって、これ最高でしたね。これ本当に最高だったし、あとはこの何調査兵団のアトラクションは、その何俺らが調査兵団に入るっていう内容で、結構敬礼の心臓捧げをポーズができたりとかもするから、そこも踏まえてねめちゃくちゃ良かったですね。ぜひそのちょっと脱出ゲームに一瞬だけ入る、脱出ゲームとか行くと一瞬だけ入ることがある寸劇とか茶番じゃないな、ストーリーパートが好きな人はおすすめです。というわけでここまでお付き合いいただき誠にありがとうございました。おつらかでした。いってらっしゃい。